おはようございます。速稼塾の久保です。今日もね、負けずに放送しますよ。相場解説ができないのと、あと更新情報がメールで届けられません。パソコン持ってきてないんですよ。こういうことになると思わなかったんでね、まあいろいろとリスクエッジが足りなかったかなというところでございます。ただまあ毎朝のライブ放送ぐらいしなくちゃいけないなということなんで、このね、肩を脱臼したまだ病院前のかっこ悪い姿でも、まあ皆さんおはようございますということで、連絡させていただきます。まあ、全国的に台風が迫ってきて、私も自然災害を受けたものの一部かなと思うんですけども、まだまだね、ひどい状況にある地区とか方とか困ってらっしゃる方いると思いますので、私なんてまだね、傷が浅い方です。かすり傷でしょ。特に急ぐ用事もないですしね、こうやって、あ、新幹線止まったのか、じゃあまあ一晩止まっていくかみたいなことね、簡単に決められますんで、いやまあ自由な時間いただいてありがたいなと思うばかりですけども、やっぱり冷静に考えてみると、移動しなくてはできないお仕事とかね、なんかいろいろとご用事あると思うんで、やっぱりちょっとしたことでこうやって日本っていうのは、なんか交通が麻痺して生活にものすごく支障が出るんだなというふうにやっぱ感じますね、いつもいつも。だからこそ慢心せずにリスクヘッジしとかないといけないかなというところでございます。まあ、私の場合は名古屋で泊まったんで、リスクヘッジといえばいつでも一晩泊まっても大丈夫なようなね、環境を整えているってこともあるんですけども、ただそこにやっぱりね、油断が生まれたわけですよ。油断が生まれて、よし名古屋で焼肉でも食べるぞと思ってね、はしゃいで外出るもんだから、大きくすっ転んで肩をね、ぶつけてしまったんですよね。すごく激しくぶつけましたね。痛いんで、なんか全然眠れなかったんですけども、まあでもね、耐えれない痛みでもないんで、まあ、苦痛を無視しながら、8時からのね、病院の開店といいますかね、開園を待とうかなってことですよね。まあ、ニュースを見てると、こうやって見るとですね、まあ、西日本は台風の影響がほとんどなかったんで、まあ、電車動かしてくれてもね、昨夜良かったんじゃないかなと思いますよね。昨夜電車が動いてくれれば、新幹線が動いてれば、私名古屋で降りることもなかったですし、そうなったらね、いつも通りの日常だったんですけども、ああ大丈夫ですよ、全然、へっちゃらでございます。まあそれで、いろんな状況ありましたけども、まあ運命のようにね、吸い込まれたのかなと。まあまあでもね、このぐらいは全然やれないことではないんで、これからまあ脱臼ですからね、脱臼なんで、ドクターのところ行ってカチッとはめてもらえばいいと思うんですよ。8時から病院の方を向かいまして、9時ぐらいから診察が始まって、おそらく休館なんで、まあ、飛び込みですからね、ご予約の方の後になると思いますから、10時とか11時ぐらいまで待つんではないかなと思います。まあ、12時までに病院ごとが終わって、元通り肩がね、ぐる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 回せるようになったら、その足で、もうね、名古屋駅から広島の方に戻ろうと思いますけどもね、特に慌てることもないですし、まあ、できれば夕方の町内会のちょっとしたご用事に、ね、間に合えばいいかなと思うばかりでございます。はい、ということでね、昨日も一日中ちょっと食事をする機会がなくて何も食べられなかったのと、夕べも結局は食べるところじゃなかったんでね、今朝になってしまいました。もうすぐここのね、モーニング始まるんですけども、とてもこの格好じゃね、格好悪くていけないんで、我慢して寝てるかなってことですよね。まあ食べなければ足りない、食べないで平気なんでね。さあ、それでは本日の放送は以上です。こんなところからすいません。こんな感じでお送りしております。完全にね、肩固定して動かないです。で、苦痛ですね、かなりね、痛くて全然眠れないですけども、まあ痛い痛いって言っても人がいないんで、聞かせる人もいないから、まあ耐えているだけかなということでございます。おかげさまでだいぶね、 YouTube の方は見れました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。また元気にお会いしましょう。